で、グランドがあっちですよね。やっぱロッカールームです。ロッカールームです。はい。これなんですか。これ多々良学園です。はい。あのはい。全全そう今多々良学園が別の校舎あって、はい、こちらが第二グランドになってて、はい。で、あの着いた瞬間に、はい、あれなんかちょっと分かんないなと思ったんですけど、このね面影ってこれもあこれはこのままなんですね。はい、あのここにそうなんですか。確かに寝泊まりもさせてもらったんですよね。で、でここにあってなんかここに校舎があってトイレがちょっと奥の方だったかな。なんかあってでグランドが下だったんですよ。はい。はい。でねあの近くにやっぱお店とかちょっとあの行ったこともいろいろあるんですけど、はいはいはい、あのトイレ行くのがめっちゃ夜怖かったっていう。はい。あの外出てその奥の方に、はい、あるんですけどめちゃめちゃ怖い。あもうその頃からお化け NG だったんですね。いやいや NG です。めっちゃあの明かりがさちょっとさこうありますあります。あの消えたりする。うわ懐かしい。ここなんですね。そうなんです。あの面影がここだけですね。確かに時計の針とかもないですもんね。うん。そうなんですよ。で、洗濯機がですねこの、はい、多分ここら辺にあったんです。多分。多分なんか。はい、洗濯場がなんか近くにあって、はい、本当に校舎だったんですよ。あ、芝でもなかったってことですか。全然、校舎の場があったんで、で、奥だったんで、はい、うわー、懐かしい。ちょっとだけちょっと部屋、はい、四角したところ、はい、うわもう一つ、上の階に行ったらいい。あ、物質みたいな。あ、物質みたいな。あ、すごいな。わ、すごい。ありますね。確かに昔は多分ちょっと畳みたいな感じだった、はい、記憶があって、はい、今はフローリングになってますけど、水たまりして、これも、もう本当、廃墟と言わないと言わないですけど、はい、そんな状況だったのをこのコロナの期間中に生徒たちだけで全部作った。そうなんですね。はい、あ、生徒さんでやったんですね。はい、壁もちょっとコンパネをちょっと入れて、はいはい、窓もあの全部窓枠も全部全部購入して、いろんな塗ったり塗ったり、これも全部プロを導入してるんですけど、すごはあ、なるほど。あっちの部屋も同じく購入して。はい。うわ、懐かしい。はい。松井くんも同じように。ナイシーユー。はい。松井くんも一緒に泊まりましたし。寝てたんですね、ここに。はい。うわぁ。うわ、昔を思い出す。多々良学園に、その、まあ、で、試合でこう、遠征で、泊まらせてもらって、はい、うわ、めちゃめちゃ綺麗になってますね。めちゃめちゃ綺麗に、はあ、那須さんの時と布団は変わってますよね。え、布団は変わってますよ。それは変わったんですけど、那須さんの時の布団が、ね、あったらあったで、もう27万昨日一昨日ぐらいで多分ここで合宿、あ、他のチームが来てくれて、あ、そうなんですね。そう、鹿児島のチームが、あ、そうなんですね。へえ、あ、じゃあでも今でもこうその合宿施設、はい、あの使われてるということで、すごい、すごい。こっちが B チームがレジタルですね。はい、お願いします。
はい、学園 の、 あの B チームのこの実行手段を教えてくれて、いやー、贅沢っすね。すごいですよ、あの本当に前は土のグラウンドが、はい、あっちに、このあちらの下の方が、で、ここがもう校舎だ。下から止まったんですけど、面影が全くなくて、はい、雨なんかどんな感じかなと思ったら、そこはもうそのまま残ってたんで、はあ、全部のカテゴリーがやっぱり芝生でできるって、確かに、いや、ほんと幸せです、すごいな、そうですね。はいはいはい。20年ぐらい。はい。動画見れば分かりますからね、それは。めちゃくちゃ大変ですから、何の生徒が必要な顔してるか。